こんばんは。またまたインスタライブ久しぶりになっちゃいましたが、こんばんは。いよいよですね、もう日付が変わって今日は5月7日、その次の日にですね、吉野経営塾プレゼンツ生活ビジネス3ヶ月オンライン講座の募集の開始です。皆さん心の準備はよろしいでしょうか。ドキドキするドキドキする。皆さんこんばんは。あ、マイマイと銀次郎さんとのコラボがめちゃくちゃ楽しみすぎて気になる私も楽しみ、さっきマイマイと電話して、6月の、最後の週になるんですけれども、まあ、平日です。平日生島にて、TikToker の銀次郎さんとマイマイと3人で、トークショーしながら、ダンスするっていう私踊ります。いよいよ踊ります。楽しみにしていてください。一般参加もありますんで、募集も開始しますね。すごい楽しみだね。雨降んなきゃいいなとは思うんですけれども、まあ、この機会にぜひぜひ壱岐島に来てほしいなと思うんですが、なんと会場が月の器になりますので、もうデッキも使って全て使ってドローン飛ばしてみたいな計画を、考えております。でもね、入って50人とかなんで争奪戦になると思うんですけれども、頑張って60かな、上2回も使って60人入ったらいいなっていう感じですね。あのきっと体育座りです体育座りです。もうそんな感じの、イベント企画をですね考えておりますよ。まあ楽しいのはいいね。ね、まさかの私が動くだなんてっていうで、まあ話は戻すんですが、5月8日からですね生活ビジネス3ヶ月オンライン講座始まります。もう一回ですね、自分ビジネスを一から、発信していきたいなと思います。3年前の自分ビジネス講座の時よりも私も経験値が増えまして、あのより一層深いところから分かりやすく発信できるんじゃないのかなと思って、まあ、きめ細やかにいきたいなと思っています。でやっぱりこう、まあまあ最近知ったというか気になってるのが、お金にならないと意味がないみたいな、お金になるようなことをしてないと意味がないっていうところのマインドなんですけど、そう思ってる人が結構いるっていうことに驚いたのよ。驚いたね。私はもう何年も自分の生活がすごく楽しくって、あのニヤニヤしながら生きてきたんですけれども、なんで逆にそれができるのかって言ったら、やっぱ生活で自分を楽しませることが一番の利益だって分かってるから。で、利益っていうのはその金銭面だけの話ではなくて、ご利益的な意味ですよ。自分が自分を楽しませてあげないといけないって私は思っていて、だから世界が私を楽しませてくれるっていう考えなんですね。で、自分で自分を楽しませないのに世界が私に楽しい景色を見せてくれるわけがないじゃんっていう感じなんですよ。もうだからお金にならないことでも全然平気でできるし、きっとじゃあさやちゃんどれぐらいお金にならないことやってんのっていう、その金額とかを開示したらマジでみんなびっくりすると思う。ドン引きすると思う。で、考えてないもんもうどんぶり勘定もいいところで、割と、まあ、なんかで稼げればいいか、なんかで黒字ればいいかなっていうところでですね、割とこう金額以上のものを送ってしまうっていうことは多々ある。
多々ある、惜しみなく。でそこってなんでできるのかって言ったら、いちいち線引きしてたら制限がかかってしまうじゃない、自分に。でこれ今までずっと怖かったんですけど、やっていいのかなって、もらったお金の金額以上のものを送るってもうほぼプレゼントみたいなものじゃん。それをやっていいのか怖かったからこそ、まあここでこう私なりのマインドとして、じゃあやってみようなんですよね。じゃあやってみようって。でやってきた結果、なんか別に違うところで黒字になるからもう本当いいかなみたいな。でその黒字、違うところで黒字になるからっていうのも分かんないんですよこれだって会計士さんとか、あと何、お金の、まあ、お会計に詳しい人が聞いたり見たりしたら私多分怒られるの、マジで怒られるのなんか利益は絶対出さなきゃいけないっていうのは、そのなんか1個しかやってない人だと思うの。いろんなことを一気にやったら別に全部が全部黒字じゃなくてもいいわけよ、赤字が出ててもいいわけよ。で別にいちいち把握してないしね、全体的に赤字なのか黒字なのかっていうところを見ればいいだけで、いちいち全部が黒字にならないとだなんて全然思ってないんですね。そんなこと言ったらお母さんっていう職業できないですからね。な、子供育てて何の得があるのみたいなもう毎日イライラしてたとしても惜しみないじゃないですか。あ、もうこう生まれながらに人間って奴隷なんだなって思っちゃいましたよね。奴隷、なんかお姫様気取ってきてたけど、私はお姫様っていうなんかマインドで生きようとしてみたけど、なんだろうね、お姫様になったところで何だったのよって感じたんですよね私いやそりゃさ、誰だってさ周りに大切に大切に扱われたいでしょ。でもね、なんかいやちょっとんって聞き直しただけで、そのんが威圧感すごくてすごいことになっちゃってこう言われた方がビクビクするっていうでもお姫様というかもう女帝なんだよね、女帝クラスなんだよね自分の世界で。でこう自分から放たれるオーラっていうのがもうドスが効いてるんでしょうね。んってやっただけでもうなんか震えちゃうみたいな、そんな怖くねえよみたいな私そんな怖くねえしって。あーコメントが来てた。あーどこだどこだ、美穂さん、お金になるか考えてたら家事もできなくなるし好きなことできなくなる。いやそうでしょ。いやだからお金にならないことをするのは意味がないって思ってる人、あれだよね、サラリーマンマインドだよね、超サラリーマンマインド。自営なんかしたことないんじゃないかな。であと鬱だよね、鬱。お金になることしか意味がないって、どっからそれ来るんだろうとか思って、もう多分疲れてんだと思う、そんなマインドになるっていうことは。あ、美穂さん、好きな人に会いに行こうとかもできなくなるし恋愛もできないですね。そうだよね、恋愛なんか一番の無駄だもんね。恋愛、結婚、出産とか無駄遣いにも程があるよね、できなくなるよね。あ、なんか結婚したくない、子供を産みたくないとか言ってるのってそれなのかな、何の意味があるのみたいな。冷たい、冷たい人生ですな。もう私なんか人生恋愛しか意味ない人ですからね
あ、だからだよ。恋愛至上主義なんですよ私。結婚至上主義だったり、それってなんか無駄なことだって分かってるから、でも好きな人と一緒にいれたら幸せじゃんっていうのが分かってるから、あれなんかお金が稼げないと意味がない、あ、お金が稼げることではない、お金が稼げることじゃないと意味がないとか、お金にならないことは意味がないとか、なんか起業できないよね。起業したらお金になるのかならないのかって考えてるってことだよね。え、起業したらそれ儲かんのっていう気持ち悪気持ち悪え、あ、じゃあ逆に聞くけど、あなたの人生楽しくなくていいんですかってなっちゃうよね。なっちゃうよね。りっこさん、まだまだお金を追いかけるメンタル蔓延中なんですよねって。そうなんだろうね。恋愛したことないんかな。え、だからさ、恋愛相手を選ぶ時もきっと計算で選んでるよね。どういう人を選んだら自分が幸せという楽になるのかっていうね。えなんか好きだけで意外と選んでなかったりするじゃん。どういう人選んだら親が安心するのかとかさ、あるよね。まあでもさ、私ね、結婚してみて多少そういうところ考えた方が良かったんじゃないかっていうぐらいちょっと大変だったからねちょっと大変だったからね。なるほどねって。でもやっぱどんだけ大変でも好きっていう気持ちが一本通ってればなんとかしようと思うし、負けたくないって思うのよ。その大変さに自分が負けたくないなっていうのが軽やかに出てくる。いや絶対なんかこの状況で相手のことを好きじゃなくなるとか一番ダサいことだし、やりたくねえなって思って、まあ、気分の浮き沈みあって沈んでる時とかもう憎しみしかなくなる時あるけど、その瞬間的にね。いやでもまた戻ってくるから大丈夫だって思いながら、あの結婚生活してますよ。ああこんなもんかみたいなあこれが結婚ねみたいな。うん、恋愛の時って割と好きなところしか見てなくてよかったりするんだけど、結婚になるとさ、もうなんかね、簡単に別れられないからもう辛抱するんだよね。で、その辛抱っていうのが、あの、我慢するじゃなくて見守るっていう辛抱なんですよね。自分の気持ちが静まるまで、自分の気持ちが戻ってくるまでっていう、ぼうぼうコメントいっぱい来てる。美穂さん、わかります、私も恋愛してないと生きてる意味ないってね。え、いやだから自分ビジネス始めたとしても仕事と恋愛できるかっていうところがすごく大事で、その好きなら、あの、稼げようが稼げまいがどっちでもいいみたいなマインドがないとちょっとやっ続けてはいけないよね。あ、仕事起業してみたけど稼げなかったとか、ちょっと考えたら気持ち悪いことだよね。え、それなんか結婚したけど好きになれなかったみたいね。どんどん好きになっていくのが結婚なんじゃないですかとか思うもんね。よし、未熟じゃん、でも人として。夏美さん、家事ってすごく時間使うなと最近思う。そうね、そうね。リコさん、さやちゃんが超絶恋愛至上主義だってこと割と忘れます。え、そう、やばいよ、もう頭の中はもうずっと、もう生まれてこの方ずっと恋愛至上主義です好きな人がいないと生きていけないから、だからさ、別れてから結婚、離婚してから結婚するまでいつも早いじゃん。もうすごい頭の中のレーダーが、もう男みたいな男レーダーがもうすごい発生してて、もうちょっとでも触れたら、レーダーに触れたらもうグイグイ行くみたいな。私は超絶恋愛至上主義者です。あ、
レイ、レイティさん。3年前の自分ビジネスの頃、さやちゃん見てなかったので、自分ビジネスの定義が分かってないので、次の講座でしてくれたらいいなと思ってます。ビジネスってつくとお金稼ぐことかなって思ってしまいます。まあ、そうなんだけどね。お金稼ぐというか何を売るのか。普通のビジネスだと何か物とかサービスとか商品とか売るじゃない。で、それでお金稼ぐんだけど、自分ビジネスっていうのは、もっと自分に寄り添って自分を切り売りするんですね。自分の裸を切り売りするんですよ。自分の生活だとか。でね、今度ね、自分ビジネスって言ってたら、ちょっとベクトルが自分に向きすぎて、次の一歩が分かんない。これ意味分かります？自分を売る分かるけど、じゃあ自分の何を売るが分かんなくって、で、次のタイトルが自分ビジネスっていうタイトルよりすげえいいなって思って、生活ビジネス、生活を売るんですよっていうことで、生活ビジネス講座っていうことになりました。で、なんかパンチがないから人が集まるのかすごく不安なんですけれども、でも説明はだいぶしやすくなる。説明のしやすさを選んだら生活ビジネスだし、インパクトで選んだらもっと別なタイトルつけてたんですけど、いや今回はちょっと説明のしやすさを選ばないと、自分ビジネス知らない人も、自分ビジネスやって挫折してる人も、やらないといけないなと思って、伝えていかないといけないなと思って、そのままにしません。私も、まあ、もちろんぐいぐい進んでってる人もいるんですけれども、やっぱ進んでいける人の共通点とかも、もう伝えることができるので、迷子さん集合です。迷子さん集合です。迷子じゃなくても集まってください。私を助けてください。まあインスタでね、自分ビジネスとか生活ビジネスの定義に当てはまりそうな発信とかしてる人いたら、もう見つけて勝手にシェアさせていただきますんで。美穂さん、恋愛していない人ほど好きなことしていなかったり、そもそも自分が何が好きなのか分かってない気がするって。ほんとそうなんですよ。恋愛ってね、恋愛っていう、まあ、ツールは一番自分を知れるんですよ。で、それを怠慢してるって結構めんどくさいんですよ。いや、ダメとは言わないけど、私恋愛をいっぱいしてきたおかげで、なんかね、依存する瞬間を知ることができたの。全然わかんないでしょ。わかんないでさ、世の中さ、いろんなものにみんな依存してるんだけど、もうこれがないと生きていけないみたいな、会社に勤めてないと生きていけないとかもそうなんだけど、私も無理だもんね、もう。あ、みたいな。最初はいいかもしれないけど、だんだん、会社が私を幸せにしてくれるんだから、私は尽くすみたいな。自分で自分のことを幸せにしようと思わないのよ。結婚してくれた相手が私を幸せにしてくれたから嫌なことでも頑張るみたいな。今日さっき実はブログをアップしたんで、よかったら見てほしいなと、読んでほしいなと思うんですけど、そういうことを書いております。無価値観とかね。リコさん、大変さに負けたくない。ちょうど同感。そうでしょ、負けたくないんです。だからね、この大変さに負けたくないって思える人がどんどん進んでいけるんじゃないのかなって思います。そうじゃなかったら、嫌なことに蓋して、どん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 、いい方いい方、楽な方、気持ちいい方に進んでいく人も多いじゃないですか。まあね、本当にそういうのってなんか精神的に病気の時とかは一時的にはいいかもしれないけど、ある程度自分が治ったら、もう今度は苦労を自分で快楽に変えていく力が必要になってくるので、私もだって、精神疾患の時はそういう甘い言葉に救われましたもんね。すごい救われた。自分に厳しくしすぎて倒れてたから、自分のこといじめすぎだよとか、自分のこと責めすぎじゃないとか言っても、これは言葉がわからない人たちがいるんですね。でも自分では頑張ってるだけだよって言うんです。
そう、私だったんですけど、昔の私なんですけど、はあ、なんか自分をいじめてるわけじゃないわけないじゃんって、頑張ってるだけだよみたいな。もうこれはもうね、イエローカード4枚目ぐらいですよ。もうレッドカードギリギリのラインですからね。もう打つ寸前、もう打つになってるかもしれない。お、恋愛ってめちゃくちゃめんどくさいですもんね。でもしないとつまんない。そうなんですよ。もう結婚も子育ても一緒でさ、一緒やった。あーめんどくせえって思う。もうやばいよ、あの春休みとかさ、今ゴールデンウィークでしょ。もうなんかイライラマックスだもんね。もう耳栓しておきたいもん、家の中いると。あー3人団子やべえみたいな。ちょっとのなんていうの、会話の音量がもう爆音に聞こえるわけ、耳に。あーうるせえ。しかも満月でしょ、もうヒリヒリしてるでしょ。私ヒリ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 だけど、やっぱりそういう家庭内のイライラとか家庭内の問題が起こるおかげで外で問題起きなくなったもんね。仕事であのなんかすげえ事件とか起きなくなったもんね。ピタッて止まった。子供がもうお祓いになってくれてるんだろうね、お守りになってくれてるんだろうね。まあ子供の存在ってすごいなって言ってるんですけど、ジューンベリーさん、上級国民でもなく底辺層でもなく、ザ中流イコール普通、常識、世間体、恥さらせない、お金の問題以前に一般人中流マインドがネック。あー底辺層に行った方がいいですよ、それ。なんかね、それさ、他人目線なの分かります？他人目線、他人社会から見て自分は中流階級っていうのは、あの底辺だから。みんなで一回底辺行かないとダメだよこれ。私ずっと底辺にいるもん。うん、なんか誰も置いてかないとかないもんね。誰も、私が一番ケツにいるから、なんかこう引っ張っていけないんですけどみたいな。え、楽だよそういうマインド。底辺層ですよ皆さん。あの上流か底辺しかなくて、世の中中流はないんですよ。上流っていうのはもう天皇のみ、あと下級民族。あ、天皇と宮家か、この前言ったやつ。あとは底辺層です。底辺層だから中流だ、自分を中流だと思ってるそのプライド何なのっていう、本当やめた方がいいよって思う。何を根拠に自分が中流だと思ってるのっていう、どこの馬の骨かわからない存在ですよっていうのは徹底的に吉野刑事区では言っていく。でそのリーダーは私ですからねっていう、あの底辺も底辺にいるの私ですからねっていう、うん、もうだってね、こう風俗嬢なんてなんか服脱いで仕事した時点でもうなんか底辺じゃ服ありませんっていう仕事ですから、だからその時にあのそういう意識が出たかな。生まれがどんだけ良くても、良くないよ、あの別になんか親がちゃんと育ててくれたっていう経緯はあるけれども、その割には頑張れなかったんですね。なんか勉強嫌いだし、社会不適合者なのは社会人になってから気づくし、あれ私なんかね、専門学校の時ぐらいに初めてなんかレールを外れたというか線路外れたんですよ。あの妊娠と休学、初めてその留年っていうものを、留年、まあ休学したから留年ですけど、経験して、うわー初めてこの
なんていうの、人と違う道に行ったわってなったら、もうそっからもう転げ落ちてたけどね。いやでも良かったなって思いますよ、良かったなって思いますよ。みんな恋愛好きじゃん。さやちゃんの恋愛してない隙間のなさにも尊敬しました。もう常に好きな人がいないと私生きていけないんですよ。ゆゆいさん、あくまでも相手じゃなくて自分の気持ちが戻るのを辛抱なんですねって。そうです。待ってあげるって。いやちょっと旦那死ねって思った時はどんなことで消化させてますか。私意外と旦那死ねとは思わないんですよね。死ねって多分極限の最後だと思うんですけど、その前にいろいろ頭の中でブツブツ文句がね、飛び交ってる。あ、今日満月かみたいな感じ、ブツブツなってるよ。思いっきりお風呂にアロマぶち込んで匂いでごまかすみたい。匂いでごまかす自分の感情。はあ、すっきりしたみたいな。でそれももうね、私鼻いかれてるから、もう旦那が嫌がるぐらいの匂いを発生させるんですよ、風呂から家中に。まあ、鼻おかしいんじゃないのって言われるぐらいもうたまらない。アロマに癒される、疲れてんだなみたいな。そんなとこかな。自分でなんか解決する術を持ってるよ。ちゃんとしっかり恨むとかさ。ちょっと待って、コメント。恋愛しているときは自分の世界の景色がカラフルになります。いやそうでしょ。このおっきいさん、リンさん、底辺のが安定感、そうでしょ。ご神道講座でも全部脱ぐって言ってましたよねって。全部脱ごう。みほさん、自分ビジネスの時は私は SNS やりたてすぎて、さやちゃんの言ってることでわからないことがいっぱいありましたが、あれからコツコツ SNS の発信を続けて、今になってさやちゃんの言ってたことはこれだったのかってことが増えてきました。地味なことをコツコツ続けるのが本当大事だなってしみじみ感じています。そうなんですよ。成功っていう概念、世の中いろいろですけれども、まあ簡単なシンプルな成功を視野に入れた時にですね、絶対に成功しない人はコツとか近道とかを知りたすぎるんですよ。絶対も自分でコツコツ地味なことやらないんですよ。たかがコツコツ地味なことやれさえすれば成功するのに、しないんですよ。近道コツ聞く人一生成功しないんですよ。いろんなところに聞き回って終わっちゃうみたいな。ゆめちゃん、詳しい恨み方とは、詳しい恨み方とは、それは子宮院長春の本を読んでください。あれ恨みの天才ですからね、子宮院長春は。子宮院長春の願いは全て子宮が叶えるっていうやつ。恨み切るっていう、一番早いんですよ。だからその人なんだっけ、呪わば穴二つとかいう言葉あるけど、ある程度呪ったら自分に穴が開く前になんかパッて元の自分に戻れますけどね。
あ、旦那死ねって思うくらい怒ったら、いいや、こいつとは明日離婚するしと一旦思うって。そして翌朝には離婚しようと思ったことを忘れてる。それでも収まらないと会社で怒られるとか、机に小指ぶつけるとか、念送って呪いまくる。それが正常だよね。それが正常だよね。あ、私、あ、そうそうそう、すんごい恨んでも、あ、でもそんな人を選んだのは私なんだって思って終わるの。あ、下民だからしょうがねえなみたいな。私が下民だからしょうがないなって。どうせクソ民だしみたいな。なんかプライドがあるからずっと怒ってんじゃん、きっと。私目になんてことをみたいに思ってるからずっと恨んでんじゃん。一回自分クソ民だって受け入れたらさ、もうなんか存在に扱われて当たり前だって思うよね。あ、でもね、これは私パートナーにしか許してないもんね。パートナーだけはもうフリーホール、フリーホール。あの、わがまま聞くのも旦那だけ。子供には厳しいですよ。旦那さんには何百万円も あのお買い物してあげますけど、子供がこの前、昨日かな、2階のね、エアコンを冷房でバーってかけてたんですよ。すんげえ勢いで、もう寒って思うぐらいでさ、子供がさ、服長袖着てたの。ちょっとイラッとして、エアコンつけんだったら長袖着てんなよっつって怒った。なんで長袖着てるやつ、トレーナーだよ、トレーナー着てるやつの冷房代私が払わなきゃいけねえんだよとかって言って怒った。いや、それはでも誰でもムカつくと思うんですけど、うん、旦那さんには甘いですね。子供たちには厳しいけど、だから私を怒らせたとしても、なんか旦那さんだったら許すって私決めてんだよね。旦那さんが私のことを怒らすんだったら全然許しますって思ってる。そうそう、ちょっと待ってね、コメント全部読んだよね。多分読んだ。まあでもね、なんか家族生活しながら仕事するって、簡単ではないなとは思うけど、自分ビジネスって家でできるから、いろいろ普通よりはやれてる量が多いなって思いますね。家事は、あの、息抜き、仕事の息抜きで家事してる。仕事は、やばかったね、昨日、今日、てか今週すごい忙しかったん、昨日、なんかね、今日 SNS いっぱいアップしてたけど、全部なんかこう違うレーベルのこと で、自分のことも書きながら、すごいよ。あの、新曲を耳で聴きながら覚えて、また違う出版の原稿を読んでたから。やばいこれと思って、いや、なんかいつの間にかこんなにできるようになってたんだって思って、底辺極まって、逆にすがすがしいって、リコさん底辺なんですよ。あ、なんかでも底辺意識、こう風俗やってた時から芽生えて、すごい助けられたけど、いい余計なプライドをね脱げて、で次子供産んでからさ、赤ちゃんが寝返りした時に腕がブンって飛んできて、私の顔にバチンって当たったのね。もうなんか人生で初めて平手打ちされて、えーって、なんかすごい惨めになって、初めての子供に、赤ちゃんにやられて、あ、こういうもんなんだみたいな。
でね、赤ちゃんのさ排泄物のお世話をするわけじゃん、お母さんって。もうなんか、あ、こうやってどんどん奴隷になっていくんだなみたいな。でその奴隷になり下がってってる自分がすごい気持ちよかったんですよ。プライドがエベレスト級の女だったんで、それに自分自身も疲れてたので、でそのプライドもこの前書いたけど、自分のコンプレックスを隠すためのプライドだったから、もう疲れてたの。別に攻撃的なことを言われてるわけじゃないのに、なんか私できますよみたいな、こうマウントしちゃうみたいな。私大丈夫ですよとか言っちゃったり、できますよとか、あー疲れるみたいな、まだ言っちゃったって、もう反射的にそうなってしまうんですね。美穂さん、旦那さんだったら許すってかっこいいって、彼のことをなんでこんなクソなんだろうって思ったけど、そもそも私がクソなんだよなって思ったら笑えてきた。そうでしょ、だいたいね、パートナーに腹立つってそのパートナーのバカさに腹が立つっていうのは、自分はバカなんだよっていうところで、まあ、落としどころですね。うん、そこはなんか戦ってもしょうがないなって思って、まあ、一緒に長くね居続けるためには、気づいて折れないといけないなと思って、なんか あれこんだけ戦うの必要かってわって気づいて、あとちょっと離れて自分の気持ちが収まるまで待つっていうのが、もうサソリ座の私のやり方ですね。なんかこんなに怒るっておかしいで、なんかイライラしてるのが旦那さんにもバレて、なんか旦那さんもビクビクしてて、あ、なんか申し訳ないなとか思って、ちょっと気分転換してこようみたいな、頭冷やしてこようみたいなことになりますね。リコさん、家事息抜きって思えるようになりたい。次の生活ビジネス講座でなると思いますよ。だから奥女大学の後の生活ビジネス講座ですから、あの奥女大学で内容わかんない人も、あの奥女大学の内容はあの本が出ますので、それが教科書となります。あの私がいかに生活を工夫して楽しんで生きてて、いろんな嫌なことがあっても乗り越えてきたかっていうのは、あの家のおかげなんで、生活のおかげなんですよ。別に生きに来てからじゃなくても、東京にいた時だっていろいろストレスなことっていっぱい起きてたけど、でも家がやっぱり結界だから、家の中にさえいれば、あのなんか守られてる感じはあったんですよ。うん、そう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 。今も家事は息抜きだけど、今はねもうねする家事の方が減ってきてしまってるので、あ、まあ幸せなことなのか、ありがたいなって思いますね。もうほとんど何もやってないですよ私。あの親もいるし、自分の親もいるし、妹夫婦もいるし、女二人もいてくれたら、自分の家族の女二人がいてくれたら、もうさすることないんですよね。だからできることはやって、いない時に、私のお母さんと妹がいない時にできることはやっておくっていう感じで、うん、そう、仕事をするような感覚で家のことも見てる。でも家にもいるし仕事場にもいるしって、それ徒歩5歩だっけ職場なので家が2つある感じですね。超楽だって、これがこんなにさ怠けててさ、その出勤もせずにさ、起きる時間もお昼に起きてさ、こんなに怠けてて家でさ何億も稼げるってすごくない？だからその可能性は、なんていうの、データとして知っておいてほしいんですよ皆さんには。
あとは自分の中で納得いくかどうかだけで進んでいけると思うんですよ。さやちゃんだからできるんだよでもいいんだけど、じゃあさやちゃんと自分が何が違うのかって言ったら別に何も違わないしね、何も違わないしね、やってることが違うだけなんですよ。美穂さん、だからなのかって、子供、友達が子供を産み立ての時もこの子の奴隷ですよって言ってた姿が可愛かった。まあね、あの世界で一番わがままですからね、赤ちゃんは。機嫌悪くてふてくされてる時こそ家事やってると機嫌治りやすい。全然違うことだからだろうね。水触ったり火使ったりするともうすごい自分の消化が早くて、あの助かる助かる本当に。うん。でその家事を、やった家事を写真撮ってブログになんか工夫した部分とかアップしたらさ、なんか記事も書けるしアクセスもあるし誰か見てくれてるし、なんか自分がどういう人間かって分かられるしってさ、実は家事ってお得しかないっていう考え方分かります？まあ、そこからあのお金を生み出していこうよっていうところまで、持っていきたいなって思ってるんですよ。でまあこの話聞いてる方女性の方すごい多いと思うんですけど、男性もできるけど女性だからこそできるビジネスの仕方ってあるもんね。私も本当デブ症なので家にずっと痛い感じ、痛い感じ。外が華やかなのもわかるけど、でも基本的に私自分で仕事を生み出してるので、あの名刺も未だに持ってないんですよ。すごくない？名刺未だにないんですよ。年商何億の会社になっても名刺ないんですよ。会社法人とか言ってるけど個人事業主の延長線で、別になんていうの、規模、見えない規模は大きくなってるけど、その基本的に一人で回すっていう部分はあんまり変わってないんだよね。だって秘書の涼子さんが増えたぐらい、あと家のことをしてくれる自分の母と妹が増えた感じで、妹と妹の旦那はキューピッドガーデンやってくれるしみたいな、すっごい効率のいい最小限ででっかく回してるの、すごない？こんな未来が来るだなんて思ってなかったし、でもうね徐々に徐々に歩みを進んでってる、進めていってる人たちがいるので、あの私一人だけじゃないしできてるの、二人三人ってなったらもう再現性が 100% あるっていうことなので、うん、どこにもないビジネス講座やりたいなって、多分全然キラキラしてないかもしれない、生活ビジネス講座だなんて、生活をビジネスにするんだよ。だけどビジネスの最も根本的な考え方だと思ってるんですよ。だって世の中生活で必要なものしか売ってないじゃんっていう、生活が豊かになるようなものしか売ってないじゃん。洗剤だってブランドのバッグだって自分の生活が豊かになる商品たちばっかりじゃん。家電だってそうじゃん。だから世の中のビジネスっていうのは生活の豊かさとともにどん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 進化してきたっていう事実があるわけじゃん。そしたらもうなんか何をすれば稼げるとか稼げないとか考えなくても良くなるのを分かります？生活を淡々とやっていくだけです。でちゃんと
自分の、力をですね、できることをちゃんとお金に変えていかないとダメですよっていう話ですよ。どんだけ器用でもそれをお金に変えていく習慣ですね、これ。習慣、 How to というか習慣、あ、もうお金に変えよう、お金に変えよう、お金に変えようって変えていかないと、いつまでも人から与えられる仕事でお金を発生させようとしか考えられない人生になるんですよ。それって一生誰かに媚びて生きていかなきゃいけないっていうのともうイコールですよ。そんな人生でいいんですかって、自分から生み出すっていうのは、他人から生み出してもらわないっていうだけよ。どうしても自分でお金を生み出すって、生み出せないって悩んでる人がいるんだけど、なんかちょっと違うんだよなんかそれ固執してるなんかがあるんだよ。まあ、大体生み出せないことで、ほらやっぱり私できないから普通の仕事戻っていいでしょっていう言い訳なんですけどね。いきなりお金にするってできないからこそ、やっぱ今から SNS の発信を自分なりにしてった方がいいですよって。だってフォロワーさんとかが一応顧客なんですもん。だからそれするにはいきなり商品売るんじゃなくて、もう発信してあなたのメッセージに惹かれてる人たちっていうのをどんどん増やしていく、ファンを増やしていかないといけないんですよ。ファンビジネスでもあるけど、言い切れないのもある。まあ、アイドルのファンビジネスって考えたら、アイドルってなんかこうお客さんに媚びないといけない感じがあるけど、別にこの自分ビジネスとか生活ビジネスって媚びなくていいからね。自分のできることを切り売りしていくだけだから、こっちが提供するの。でもそれだけ、それだけの連発だから、キラキラしたことを、何か特別なことができなきゃいけないっていうわけでは全然ないんですよ。なんでこれをまだまだ勘違いしてる人がいっぱいいるのかなって思って、地味だよ私、地味地味。まあでもね、昔はそれでもタブーに切り込んでったんで、タブーが趣味みたいなところあったんで、やっちゃいけないって言われていることをやるみたいな感じだったんですけれども、なんかさ、いつのタブーって移動するんですよ。タブーって変化するんですよ、自分の中で。でも共通かなって思うのが、これね、私そういえばと思って最近気づいたんですけど、世の中がタブーとしてること、誰でもできる普通のことはしてはいけないっていうタブーあるよね。発見したし発見したし、でも誰でもできるって誰が決めたんだろうって思うんだけどね。誰がそれダメって言ったんだろうっていう、あるでしょ、誰でもできる普通のことはしてはいけないみたいな。怖っ怖っ。まあ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 、美容方面って母親の呪縛で、ビジネス方面って父親の呪縛なんですよ。まあだから、まあ単純に自分の呪縛、親の呪縛を解放していきたい人は集まれって感じ集まれって感じ。あとね、私この前東京行った時に、すみえさんと二人っきりになってて、で
突然聞かれたセリフがすごく頭の中に残ってて、前後ちょっと忘れたんですけど、さやちゃんのそのマインドのソースってどこにあるのって聞かれて、ソースって、ソースって源のことでしょ、でその考えが出てくる根本でしょ、でまあまあもちろん私ですから子宮って答えるんだけど、もう本当に子宮を意識するんですよ。で子宮を意識するんだけど、その話のつながりがないから、私も多分みんなも全然理解できてないと思うんだけど、なんで自分の子宮にアクセスすることが大事なのかって、ね、昔子宮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 言って、いまだに子宮院長ハルアンチって存在するんですけど、実はものすごいスピリチュアルで、うちらって母親から生まれるじゃないですか、で自分の母親だってそのまた母親から生まれてるじゃないですか、男だって女から生まれるじゃないですか、で子宮から生まれるじゃないですか、で延々つながってる子宮のコードっていうのがあるんですよ。ずーっとその何先祖まで遡る子宮のコードっていうのがあるんですよ。先祖コードみたいなイメージはね、まあ、正式名称あるんだと思うんだけど、先祖コードってブーって子宮がつながってると思ってるんです、レイヤー的に。でまあ個人個人のその差はあると思うんですよ、ズレというか。だけど子宮のコードのその中枢は全部一緒なんですよ、先祖、自分の先祖もだし、今聞いてるみんなのその先祖コードをどん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 レイヤー重ねてって重ねて重ねまくって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 、その中枢ってこれソースにならないですか。で母親のまた母親の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 ってなった時に宇宙の裏側行くと思いません？でこれがグラウンじゃマザーマザーコードみたいな、ガイドみたいな、マザーガイド、マザーズアースみたいな、母なる宇宙みたいなところ行くと思いません？だから自分の子宮とつながってればいいんですよ。で子宮メソッドの時にカルマ粒がいっぱいありますよって言ったじゃん。でカルマ粒っていう名前にしといてよかったなと思ったの。単に今自分が生まれた人生で我慢したことがどんどんその子宮の筋肉層に粒となって溜まっていく。だけど我慢する自分が我慢できる分野って限られてるんですよ、実は。その我慢って一言で言ってもその人が我慢できる分野っていうのは人それぞれ違うんですよ。これってなんかその子宮コードマザーコードと関連してると思わない？自分の先祖が得意としてきた我慢のコードに引っかかってるんですよ、自分が。じゃあそこの我慢解放してったら先祖供養になるよね、わかります？でどん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 先祖を遡ってたら神様の供養にもなるし宇宙の供養にもなるんですよ。だから私がつながってるソースは地球っていう宇宙で、地球っていうのは自分の体の中にあるっ
って思ってるけど、実は自分の子宮っていう宇宙の中に私がいるんですよ。だから私は子宮は宇宙って言ってたの。子宮宇宙入るの、子宮メソッドでは。で、人ってそもそもそんな大層なものとつながってないんですよ。母親の呪縛とつながってるんです。母親の呪縛としかつながれないんですよ。お母さんの子宮としかつながってない。これ理屈わかりますよね。だって自分が生まれてきたところだもん。で、宇宙がなんだなんだとか言ってる人であっても母親の呪縛としかつながってないんですよ。だから、なんていうの、大きなことを言って人をコントロールしてる人を見るとなんかイラッとすんの。わかる？で、自分のカルマ粒、自分が今世生きてきて、自分がした我慢を解放 100% できたとしても、今度先祖のやれよやれよで、どん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 同じコードの上に、次のお題、次のお題、次のお題っていうのは出てくるから、私は、呪縛から完全に逃れることはできないですよって言ったんですよ。奥女大学の、親の呪縛の会で。で、無理なの。無理なの。絶対無理なの。我々人間が完全に親の呪縛から解放されることは無理なんです。で、こっから新しいことを言います。奥女大学で言い忘れた。親の呪縛って、まあ、親が毒親だったからとか、言うじゃん。親の、いかに親のその毒性を悪く言うかで反発するんだけれども、実は私たちっていうのは親がかけてくれた呪縛が守護になるんですよ。お守りになってるからこそ親以外のところで災いが起きないようになってるんですよ。わかります？呪縛は親からもらってる、なんか子宮膜みたいな感じで、守られてるんですよ、呪縛っていうの。まあ、制限、別の言い方したら、呪縛を別の言い方したら制限って言いますけれども、お腹の中にいた時は、まあもう、事実上子宮の中にいるんだけれども、生まれてから今度呪縛っていう制限の膜をもらうんですよ。それを親の呪縛って言うんだけど、だから感謝しないといけないっていうのを今知るっていう。だからね、もし、まあ、私も今子供いるし、めっちゃ呪縛かけてると思うね、ものすごい怒り方とかしてね。だけど、それは、もう安心してこの呪縛の中で生きなさいっていう、親が与えられる最大のプレゼントなんですよね。それ以外のところではこれ以上のまがことは起きませんっていう。OK？ いや、子宮メソッドの世界はすごく奥が深くて、いまだに私も、なんて言うんだろう、解読してるけど、呪縛の分野の最先端私だと思ってる呪縛研究家の最先端は私だと思っております。おー、こう面白いでしょ、この母親の呪縛って。だからさ、宇宙宇宙って言ってる人は子宮子宮って言ってるのと一緒だからね。で、ましてや宇宙とつながって人をコントロールしようとしてるような発言をしているのはもう復讐ですからね。親への反発というか、自分よりやっぱり親の方が大きく見えてるから、人をコントロールしたくなるってことは、コントロール、親からコントロールされてる、親の呪縛にかかってる
っていうのを認めてるっていうことですからね。リンさん、母からの連絡が嫌すぎて逃げてるって。え、ブロックすればよくない？着信拒否とか。でもリンさんが逃げてるのはそれになるよね。母からの連絡が嫌で逃げてるんではなくて、ブロックとか着信拒否したいひどい自分から逃げてるんだよね。私さ、お母さんの電話指定着信拒否してから解除の仕方が分からなくて、もう7年ぐらい着信拒否になったまま今息で一緒に暮らしてるからね。こっちからはかけられるんだけど、お母さんからはかけられない。設定解除が分からないっていう。いいんだよ。わ、キモって思ってブッて切っていいんだよ。ゆいゆいさん、鳥肌の話です。母の呪縛は母のお守りで、外の世界からのお祓い。そうですよ、そうですよ。母は偉大なんです。母という、あなた方の母親という人格はさておき、母という存在はもう偉大なんですよ。アミルちゃんってことは、本音を出すことが先祖供養にもなるってこと。その通りです、その通りです。まあ、そこだよね。なんで私がここまで自分を生きなきゃいけないのか、なんで私がこの本音で生きなきゃいけないのか、それってなんか意味あるのの部分が全部先祖供養になるからですよっていう理由が当てはまるんですよ。意味ばっかり探している人がいたね。これはね、鷲澤由美さんですね。なんかその常にそれってなんか意味あるのっていう感じで、いろんなことに対して思ってたんですって。でそれ私聞いてすごい勉強になって、でへーみたいな、意味ないこと、私そういえば多分ね、全部専属、自分が気持ちいいことが専属用になるからできてるんですよ。それが分かってるから。だからお金にならなくても自分が気持ちいいことがご利益であり専属用にもなるっていうのが分かってってるから動けるんですよ。この話聞いて動けるようになる人いるかな。あ、エリナさん、すごい哲学分かりやすいって。そうでしょう。この子宮行動の話はいいと思うよ。子宮は自分だけの子宮じゃないからね。今ある自分の子宮っていうのは、まあ、なんか筋腫があってもですよ、なんかこう摘出手術したとしてもですよ、まあ、肉体は今までのその、まあ、親、祖父母、それからもうずっと続く先祖の人たちの頂にいますからね。頂に、もう崖っぷちにいるわけ。先端、最先端にいるわけですよ。誰もが、これは事実です。励ますようなことでもない。みんなが最先端って別に励ますことでもなくて、これ最先端なんですよ。だから同じ時代を生きれてるっていうのが、同じ時代を生きれてる仲間っていうだけで、すごく素晴らしいことだと思いません？で、私たち一人一人が最先端であるっていうのは事実です。だけどここまで命をつなげてきてくれた、つながっている事実もこれはまた素晴らしいことで、私たち一人一人の体っていうのはもう一人であって何億人分っていう感じなんですよ。何億人分の情報が、億でいいのかな、超ある、億だよね、千
千か何千何億の人類の情報が私たち一人一人の体に詰まってるんですよ。詰まってるんです。でも無念で亡くなってきた先祖がいるかもしれない。でさ、誰からも習ったことがないのに、私ね、不思議、覚えて、今でも覚えてるんですけれども、経費を削減して売り上げを伸ばすって出てきて、あの、社会人の時にね、ああ、こうやって売り上げ伸ばすんだ、ああ、こうやってできてるみたいに思ったことがあったんですよ。で、誰からも教わったことないのに、なんだこれと思って、で、まあ今思うとそんなの嘘っぱちで、そんな経費抑えたら誰でも売り上げ伸ばせるわいみたいな、あれどっから来たんだろうみたいなね、あの、私の先祖がどっかでやらかしてるんですよそれをそんなの私じゃないやつあるじゃん、あの、浮遊集合意識に触れた時に、あの、具合悪くなるって私は思ってるんですけど、浮遊集合意識の前に私の先祖で誰かやらかしてるものがあって、それが突如なんかパンって自分の脳内で弾ける時があって、私じゃない思想がね、それをどんどんやっぱやっつけていかないといけないんじゃないかなって、そうじゃないよみたいな、あと、その、頭の中で自分を否定する声とか出てくる人とかいるわけじゃん。あれも、もしなんか、無念な先祖の声だとしたら、いや、お前はそうだったかもしれないけど、私は違うんだよって、一撃じゃない？一撃じゃない？え、これ言ってる意味わかります？みるちゃん、そっか、集合意識ってか、自分のご先祖様の場合もあるのかって。そうなんですよ。ご先祖様が、みなみな素晴らしく生きてきたわけではないっていうのを、あの、知ってもらいたいですね。あの、無念で死んだ先祖もいるわけですから、その無念が頭の中で呟いてくるっていうのは、これはあり得る話だなと思ってるんですよ。だけど自分の一族だからこそ、自分が板的に いるからこそ、その無念を晴らしたいなって思って、なんでこんなことやりたいんだろうって思って、もあ、なんか先祖がやりたかったことかもしれないと思って、先祖のせいにしてやっちゃえるっていうことは私の中にはあるんですよ。あ、素晴らしい、リコさん、自分の体が、それを晴らすための借り物に思えてきたぞです。最高。そういう、でしょ？あ、で、その借り物だって思ったら、ちょっと無責任に何でもできない？わ、今しかできないんだ、みたいな。この、命今回もらって、生命をもらって、体借りて、わ、こうやって動かせるの今しかないかもって思ったら、今すぐに何でもできると思わない？で、その、私はちょっとどこかで、その、借り物意識だね、それ。なんか他人、これ私の体が他人っていう感覚があって、それ多分借り物意識、あの、私、旧姓坂本ですけど、まあ、もっとたどったら坂本じゃないとは思うけど、坂本家の、あの、借り物みたいな、坂本家の借り物だから、その坂本家の先端として何をするかっていう名字3回も変えて絶対関係ないんですけど、その話すごいでしょ。私、坂本、岡田、八木、吉野で、あの、名字4回経験してるっていう。いや、でもこの結婚でさえ、昔ご縁があった名字の人たちなんだなって、なんか挨拶、きっと会いたかった名字の人たちなんだなと思って、挨拶するために結婚しただけかもとか思っちゃって。そう。先祖のせいにしてやる、そう思うといろいろできるでしょう。話がいろんな角度で高度すぎて震えてます。で、これが私本当の宇宙の話だと思う。自分の体が借り物って聞いたことあるけど、え、どこから借りたのって思っちゃったらもう終わりなんだけど、自分の、あの、旧姓の名字
からお借りしてきた、私坂本家の最先端みたいな、だからこそ坂本家のご先祖様にお願いしたらちょっと何とかしてくれるって、神様より何とかしてくれるのがご先祖様だよ。この先祖は先祖のネットワークがあるから、何とかして何とかしてって。でそしてあと人間に近かったっていう意味では割とご先祖様に手合わせた方が何かしてくれる感じはするよ。うん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 、そうなんですよ。本当の宇宙の話、専属用の話、そうそう、死後の世界はすごく私興味があるのでね。あ、だから次鑑定書、本当に命日鑑定書作るからね。命日鑑定書に決まったから名前、五万卓鑑定書、屋上の鑑定書、命日鑑定書って三部作次命日鑑定書にするから、この話をベースに、命日鑑定書を作っていきます。まあ、いつになるのかわからないけど、とりあえず名前だけは決めましたぞっていう感じです。あ、ダイソンさん、一撃。うん。これで動けると思う。吉野さやかの先祖の話みたいな。いいでしょ、神社の嫁っぽいでしょ。勝手な私の世界観なんですけれども、まあまあまあいろんなこと感じて見てきてこうなんだろうなっていう。であとその神ご神託みたいに神様の声ですとかっていう、あのご神託を伝える霊能者っているじゃないですか。でもね、あれもなんか優しい言葉っていうの、あとチャネリングして宇宙とつながって、まあ、なんかの神様とつながって優しい言葉をあのキャッチするとかいうのも、あれも本当に母親に言ってもらいたかった言葉っていうだけで、あの結局母としかつながれないっていう。衝撃でしょ。あ、でもいいんですよ。あの、なんて言うんですか、エンタメとしてどこどこの神様からのメッセージっていうのはありだと思う。あの、その人が元気になるんだったら、こんなの言ったらだって商売上がったりじゃないですか。うん、でも本当メッセージ、神様からのメッセージはもう母親に言われたかった言葉、やっぱキャッチできるけど、それで十分じゃないって思う。それだけで人って元気になれるから、うん、なんか全部が全部ダメなわけじゃない。ただ神様の言葉として人をコントロールしようとするのはもうそれもおかしな話でさ、それも親をコントロールしたかった言葉になるじゃん今度。そういうのはね、見極めていかないといけないですよ。こうやって私が言わなくてもですよ。先祖の声で、お金がなくて悔しいがすごかった。あ、そうでしょ、お金がなくて悔しいのはフローラさんの先祖の声であって、フローラさんの声ではないでしょ、ないでしょ。だからあの、まあ、この理論がこうちゃんとこう一致して一通り喋れるようになったのって最近なんですけれども、まあ、今までいろんなセミナーやってきて、まあ、東京にいる時とかも質疑応答で質問もらったりする時にはっていう時があって、なんか亡霊の質問みたいなのがあって、それあなたの質問ですかって言いたかった時がいっぱいあったの実は。あ、なるほどと思って、この理論がつながった時に、あれ先祖の悩みだったんだなみたいな、それ本当のあなたの悩みじゃないよねっていうのがあって、
もうなんか本当に亡霊のように言うから、あの、ある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 な。命日鑑定書は先祖からのメッセージになりますか？命日鑑定書は先祖からにもなるし、その自分自身からのメッセージかなっては思う。まあ、あの項目がいくつかあるじゃない、ご満宅鑑定書も奥女の鑑定書も項目がいくつかあったから、あの一個だけではないよね。命日鑑定書タブーなことはでもみんな必ず死にますもんね。そうなんですよ。でもなんかさっき言ったみたいに、自分の体が先祖からの借り物だとしたら、なんかちょっと意識変わるんじゃないのかなって。時間がないっていうことに気づくんですよね。短いよ命は。もう私だって今年38でもう40手前になるでしょう。あと、もう折り返し地点みたいな、80歳まで生きるにせよ、もう折り返し地点なんだなと思ったら、結構猛ダッシュで行かないと、総理大臣、元気な時に総理大臣になれなくないみたいな。リコさん、人生とは先祖うっぷん、先祖うっぷん晴らすエンタメだった。そうですね。そういうことになりますね。だから自分の無念も次の代に持ち越さないって大事だなって思いますよ。それを本当の意味で体をきれいにしてお返しするっていう死を意味するんだと思います。やりたいことをやりきるっていうのが体を浄化するっていう意味なんだと思いますよ。すごい話をしたね今日。宇宙と地球の話、地球コード、先祖コード、マザーガイアだ、マザーガイア。うん、なんかそんなね、宇宙とつながるなんか全然特別なことではなくて、なんかむしろちょっと恥ずかしいことなんじゃないかなっていう。うん、宇宙とつながる別な言葉、頭の中空っぽにしてくださいっていう言葉もあるけど、お、コメントが、つながってやろうじゃないか母と、怖いけど。母と直接つながってなくていいですよ。もうつながってるから、自分の思考は全部母でまみれていると思ったら、もうすでにお前は母にまみれているっていう。小さい時おばあちゃんに言われたダメなことって大体全部やりたくなるしやってるって一緒でしょ。マキさん、母親の呪縛以外から我が事は来ない、この言葉が響いてます。マキさん、毒親ほど素晴らしい親はいないって私は思ってます。ひどい親いっぱいいたかもしれないけど、それを糧にみんな生きるから、最低な毒親ほど最高の親はいないって思う。あ、何食べてるんだって、こっちはすごい衝撃受けてるのに。なんかね、あるの、カキタンっていうやつがあるんですよ。何、フリスクみたいなやつがあるんですよ。美味しくてたまらない。そう、まあそんな感じかな。コメント全部読んだ。あー、楽しかった、地球の話。ミリちゃん、カキタン、そうそう、ジュエリーサプリの中にカキタンっていう、
最強消臭成分があるんですよね、渋柿成分っていう。でもこのいや、カキタンですよ。カキタンがフリスクみたいじゃん。なんか口臭予防みたいな、がんの人の体臭予防に作られたんだけど、普通に美味しいんだよ。サプリ住民が結構いた。カキタン食べてました。もう中止まらないのこれ。私さ、口内に関して異常に潔癖症で、もうやばいんだよね。病気かなっていうぐらい。もう食べた後すぐ歯磨きしないとしょうがない。1日ね、8回ぐらい歯磨きしてる。この前数えたら。やばいよね。でも口の中気持ちよくなると、すごく、機嫌がいいから。うん、あ、今日インスタライブしてよかったです。この話ができてよかった。なんかすごい深いってこの話だったよね。あ、だからなんかこうまとめるとですね、何か特別なキラキラしたことを見つけなくていいよっていう話でしたね。なんで呪縛の話って、あ、タブー、私タブーマニアで、その誰でも本当はタブーマニアだと思うんですけれども、タブー、自分がタブー探してて、次のタブーってずっと子宮頸春の時から探してやってて、でそのタブーを見つけるたびに拡大してきたんですけど、なんだっけ、それを屋上大学で何メソッドだっけ、トラウマメソッドだ、トラウマメソッド、やりたくないって、一番やりたくないことをやるんですよ。やりたいことをやるんじゃなくて、一番やりたくないことをやるんですよって言ってきて、で今に至ったのが、普通のこと、誰でもできる普通のことはしてはいけないっていうタブーを見つけたんですよ。でさ、私なんか本当にありがたいことに、フォロワーさん結構いてくださってですね、みんなからも応援してもらって、ふと思ったんですよ。まあ、この前東京に行った時なんかなおさら思ったんですけど、本当に、あれ、なんでこんなにファンがいるんだと思ったのね。私今なんか特別なことしてるっけと思って、怖くなっちゃったの、実は。めちゃくちゃ怖くなったの。何もしてないって。主婦しかしてないって怖くなったの。なのになんでこんなに人が集まってこんなに愛されてるんだろうと、昔からの知り合いもいっぱい来てくれて、で、こう、東京に行っても愛されて、帰ってきてからも愛されて、結婚式とかもね、楽しかったしね。怖くなった。私なんか奇抜なこと今何にもしてないって思って、で、なんで好かれてるのか恐ろしくなって、なんでなんでってずっと思ってた。もう普通のことしていこうかなって思ってたの。自分の中でね。したら、ああ、普通の、誰でもできる普通のことはしちゃいけないって思ってたんだっていうことに気づいて、それが自分の中のタブーだったんだっていうことにも気づいて、で、だけど、言うてもやってる量すごいよみたいな。え、ちょっとさ、今週のさ、私のさ、完了リスト見る？このまま大丈夫だけど。今週の完了リストやばいよ。見る？お、話は深かった。深かったね。リコさん、あと15分でジャストサソリ座の満月。あ、今日なの？すごい話聞けてありがたかった。サソリ座だし、私、満月だし、もうベストタイミングでしたね。
ベストタイミングだ。今めっちゃいい話だった。見て私の今週の完了ノート。やばくない？これどこが普通のことだよって。もう一回見る？見た？見た？今やばくなかった？今週はもうビチビチですよ。頭おかしいし、だってさ、あのおすすめしたのスケジュール帳の一マスに2行書いてるもんね。今週はもうね、千葉市ってやってたよ。もう一回見る。もう見せたい。やばいでしょ。はみ出てますね、毎日。チャンネルいっぱいですよ。そのテレビ欄みたいだったって、もう多分全然違うことをね、次の瞬間やってますから。普通のことをやりすぎてノートがねおかしくなってる。だけどこの完了の密度が何、完了の密度で何が起こるのかって、なんか愛されてる現実しかなかったやんみたいな。でそれに今度怖くなってんのね、私が。おかしな話じゃん。完了、未完成を完成させると、未完了を完了させると波動が上がるって矢壁先生が言ったから、え、その波動の上げ方超面白いんだけどみたいな思って、そう思って、まあまあもうふてくされてましたから、波動なんか低くていいよみたいな感じは思ってたけど、なんか面白い波動の上げ方だなって思ってやってみたら、波動上がってんだろうね。めっちゃやったことリストで波動が上がるって本当だったんだと思って、本当だったんですよ。アマゾンで予約した。今楽天でも予約ができるみたいです。で、1年分かけるので3年分買ってください。3年分。なんか初めてノート系出版するけど、何冊あってもいいからめっちゃ便利だなと思って。サイン用と書く用とみたいな。出版、うわ、このだからやったことリストが発売されるのすごい楽しみだなと思って。ディコさん、波動の上げ方が分かりませんとは言えなくなるねって。いや、そうなんですよ。だからなんかさ、世の中勘違いしてる人いてさ、なんかそのポジティブが波動が高いって、波動が高いというのはポジティブな状態だって思ってる人が大半いるよね。かなりいるよね。それただ逃げてるだけなんだけどねっていう。どん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 自分が麻痺って、現在地が分からなくなるなって思ってて、だからなんかラッキーだよみんな。私もラッキーだった。あのネガティブは隠さないって自分と約束した過去があるからね。何年も昔に自分のネガティブは隠しませんって自分とも契約したんですよ。だからあの無理にね、ポジティブになんかなってやらないって誓ったけども、うわ、結果的にそれがさ、あの波動が上がることにつながってたかもしれないけど、より具体的に波動の上げ方が分かったのがあの個人投稿座でしたね。個人投稿座だって、古神道、そもそも古事記っていうのは宇宙生成理論って言ってるもんね。宇宙生成、宇宙なんとか論って言ってたな。すごいよね昔の人は。で、日本人なら本当一回聞いた方がいいと思うよって思う、マジで。なんかこう細胞がやっぱり分かってる、ブルッとくる、なるほどみたいな。そのブルってくるってことはさ、いや
そのブルってくる話なのか、ただ気持ちよくな、励まされて気持ちよくなる話なのかの見極めって大事で、私結構気持ちよくなっちゃう話はもう拒否するんだよね。ブブブブブブブみたいな、はい洗脳みたいな。もう散々会社員の時にそういう気持ちいい話を聞かされてたから、もうね拒絶反応なんだと思う。気持ちいい話なのか身震いする話なのか、それ身震いした方がね我に返るんですよ。それがやっぱり個人投講座にあったからずっとずっと残ってたんだと思うんです。日本版宇宙の話聞いた方がいいと思います。マキさん先ほど、あリンさん個人投講座震えます。めっちゃ震えるよね。もうぜひぜひ聞き流しでいいから全種類聞いてもらいたい。ダラダラ聞き流していいから、もうね何回も突っかかるから、ええみたいな、まあ、自分ってすごいんだみたいな、なんかわかんないけどただただ自分っていう存在ってすげえんだみたいな感じで目が覚める。で別に何ができるとかじゃないんだけど、でも私個人投ベースに、今まで生きてこれたから、子宮メソッドも自分ビジネス講座も生まれてきてたから、もう生活ビジネスはもうさらなるパワーアップですね。パワーアップ、うん、スピリチュアルなお仕事されてる方とかも聞いてもらいたいな。宇宙の話も入ってくると思うんで、なぜか生活ビジネス講座に個人投ベースの宇宙の話、うん。マキさん先ほど口腔内潔癖症と煽っていましたが、私は潔癖症で家族の帰宅のたびに床を除菌シートで掃除しないと気が済みません。それが家事が増えて負担に感じてしまいます。完了ノートも掃除ばっかりで他のことができず自己嫌悪です。家事が増えて負担になると言ってるけれども、逆に聞くとしたい仕事とかあるのかな、したい事務とかあるの。私も割と潔癖症なところあるけど、子供の人数が増えたことで割と緩和できた。自分だけ綺麗でいればいいやみたいな、なんかいろいろ諦めることが増えてきたねーなみたいな。だから全然仕事の量の方が多いんですよ最近は。ストレッチとか筋トレ始めてですね、開脚できるようになりたいなって思って、昨日やっとで肘ついた、開脚して肘ついた、下にビチって、やばいね硬さが、ね、なんか腹が出てきてやばーって思って、いやそろそろ、あ年ってこんなにたるむんだと思ってたら体重計買ったんですよ。もうすげえ、何年ぶりに体重計買ったんだろう。なかったよ、子宮院長春始めた時から体重計なんかなかったんだけど、体重計乗って自分のその直視しようと思って体重計買って乗ったら、単に太ってたからお腹が出てただけで、別になんか年でたるんだわけでもなかった、太ってた腹やばーみたいな、腹やばー。ダイソンさん全力一回腹筋、そうですよだからダイソンさんだけが反応しないでそれ絶対やらないでしょ今ね全力で渾身の一回腹筋をするっていうのがあって、で気づいたんですよね、渾身の一回をやってると思ったら、旦那さんがねちゃんと足を押さえてくれて二人でねこうやってるの、おかしいんだよ、こう私も必死だし、旦那さんもこう掴むのやめて自分も腹筋やりだしてさ、旦那さんもお腹かなり出てきてるからめっちゃ面白くて、2人でヒーヒー
なんか不細工な顔になってまでヒヒハハやってるのがすんごい面白いんですけど、ちゃんと掴んでろよっていう話 で自分もやり始めてすごいなんか気持ち悪い、あのなんかゾンビゲームに出てくるような二人の動きになって笑わせんなっていう話で、で私渾身の一回腹筋やってるって、その一回しかできないと思ったらめちゃくちゃ力が入るから、その一回を大事にするでしょうと思ってやってたんですね。で昨日おととい欲張って3回やろうと思ったら、今日は3回やるっつって3回やろうとしたら、なんと渾身で一回やってたと思ってた腹筋が全然ただの私のペースだったの。わかる？大事に大事にやってるからこんなにゆっくりなんだって思ってやってたのに、3回やろうって思ってなったら、全然あの、いつもの渾身の1回のスピードしか出なくて、わぁ、これ、なんか頑張ってたんじゃなくて、これ、私の実力がそうなんだみたいな。渾身の1回じゃなくて、ただの1回やった。あでもね、開脚ちょっと頑張ってたら、もうまた避けるかと思ったんですけど、開脚頑張ってたら今日足が細く起きれた。今日来た時足細くって、旦那さんにも言われた、なんか今日の朝足細かったよって言われた。まあ昼だけど、すごいよね。やっぱ骨盤周りちゃんと伸ばしてあげると、柔らかくしてあげるとむくみって取れるんだなと思って。一番人間の体で溜まりやすいところも股間のところです。股関節のところですからね、骨盤とか。なんとかね、別に自己流であっち向けたりこっち向けたりしてるだけですけれども、全然なんか若い頃開脚できたのにさ、この胸がついてた下に。それ若い時はつくけどね、胸が下に開脚やった時。全然今肘ついて、肘もつかない人いるよね。いや私肘つかなかったのやばいよ。ちょっとシェイプアップしないといけないなと思って、最近ちょっと本当美容に目覚めてるから、美容に目覚めてるからマジで。あすいません、長くなっちゃったまたね、おやすみなさい、おやすみなさい。あのあとさ、ちょっとなんかイシュタリアユーザーさんいるかな、なんかイシュタリアの私の使い方って興味あるかな。ちょっとまた別配信でしようかなって思ってるんですけど、みんな自己流で使ってるかなって思って、私何も配信してなかったんですけど、今の総まとめとしてあのちょっと配信したいなって。まあオープンデーですけど、特になんかクローズでも何でもないんですけど、もし興味があったらあの後で見てください。あ、みほさん、はい、ユーザーです。さやちゃんの今の使い方聞きたい。結構いいよ私が知らなかっただけかもしれないけど、みほさんも結構お肌の状態いいもんね。ちょっとあのレシピ作ろうかな、さやりんご流イシュタリアの使い方みたいな。まあ、あの使ってる人いると思うので、私自己流でちょっとレシピを公開したいと思います。また後でね。今日は本当にありがとうございました。すごい大事な宇宙と地球の話をしたので、聞いてもらいたいなって。あと最近気づいたタブーが、普通のことを、誰でもできる普通のことをしてはいけないっていうのにハマって、それを普通のことをやってみようってって思いました。うん。でも普通すぎて私は今怖いっていうのも告白しました。明日、もういよいよ明日ですね、吉野経営塾プレゼント生活ビジネス講座がの、募集が始まりますので、ぜひぜひ、皆さん集合していただきたいなと思います。主婦、まあ、女性が特にですね。あ、そしてまだ結婚もしてないとか、もあの子供も産んでないけど結婚したい、産みたいってなった時に、仕事とその結婚天秤にかけちゃうような状況にある人とか、
ぜひぜひ受けてほしいなと思います。これだったら結婚しても家事できるし、家事しながら仕事できるし、子供を育てながら仕事できるしっていう可能性の一部にしてくれたらいいなと思っておりますので、はい、やっぱ女の人は家にいるべきだなって思います。うん、すごい動けるから、すごい天才的に家の中で動けるから、で家の中にいながら仕事してて何億も回すことができるんですよっていう話はもう夢話ではなくて、私自身がそうなったので、まあ、一つのデータとして受け止めてほしいなと思います。自分ビジネス講座に続く、生活ビジネス講座、自分ビジネスっていう言葉よりより分かりやすくなった生活ビジネスです。生活を切り売りしていくんだよっていう、あ、生活を売って自分を切り売りしながら生活をビジネス化していくんだよっていう、すごい分かりやすい話だと思うので、ぜひぜひこの理論を聞いてほしいなと思います。あ、で50万とかもしません、そんな高くありません。失敗してもまあ許されるかなっていう値段、あとでもそんなに安くはないからこそちょっとは覚悟できるなっていう、心がちゃんとコミットできるなっていうお値段の4万9000円でやりたいと思います。例えば50万の価値があるとして、49万円の価値があるとしたら、90% オフです。90% オフの4万9000円で、生活ビジネス講座やるので、ぜひぜひ、お友達とかも誘って一緒に受けてもらいたいなと思います。どんどん入って、私がね総理大臣になる頃には、じゃあ私が総理大臣になった時に必要な民の意識っていうのがもう生活ビジネスなんですよ。で生活ビジネス講座にいっぱい詰め込めますので、そういう、こう国民がねどんどん増えていけたら、この国はこの世界はどんどん幸せになっていくんじゃないかなと思っています。今もう月給20万円台じゃもう生活できない、未来はすぐやってきますからね。でどんどん人口が減っていくにつれて、社会保障がもともと今よりも厳しくなるでしょう。だから子供一人当たりの負担っていうのが、大人からじゃない、今の子供は大人になった時の負担っていうのはものすごくなるんですね。で今私どんなにね消費税上がろうが全然大丈夫なんですよ。 10% になろうが 20% になろうが全然平気なんですよ。サラリーマンとかじゃもうやっていけないレベルになっていくんだったら、もうなんかもう自分で独立してやっていけた方が、いろんなその国の税金が高くなったとしても生きていけるんですよ。生きていける余裕で。でそれを自分の世代でだけじゃなくて次の世代にも受け継いでもらえるように、やっぱ全然50歳でも60歳でも70歳でも80歳でも参加してほしいなって思います。今日の話にもあったように、同じ時代を生きているっていうことは本当に素晴らしいことなので、同じ時代を生きている皆さんと一緒に生活ビジネス講座盛り上げていきたいと思います。明日から募集がスタートします。で5月末ぐらいから講座が始まればいいなとは思うんですけれども、ちょっと明日はね前のめり参加さんたち、参加者さんたちお待ちしておりますので、明日もう今日は7でしょ8です。5月8日に募集開始しようかなと思っております。夜8時、ドキ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 、よろしくお願いします。ではね、サソリ座満月配信でした。サソリ座満月にふさわしい配信だったかなと思います。今日はありがとうございました。じゃあねー。